ルカさん、時刻も、はい、ほぼ深夜ということですけども、うん、大丈夫ですか？何が？疲れは？疲れは全然大丈夫、楽しみにしてた。夏休みね、うんうん、特別記念コラボということで楽しみ、今回集まりましたけどもね、うん、はいはいはい、さあさあ、じゃあ早速ね、今回やってもらうゲームは、こちら、地獄戦闘。あ、お前さ、はい、はい、なんすか、はいはい、お前さ、はい、いやいや無理よ、ほら、いやいや、ほらね、苦手ってことを伺ってたんで僕、うん、前からしかもこのさ、はいはい、ゲームね、はい、2人でできないじゃん。これファンシーでも見てください、これファンシーなゲームしてきましたか。でも違う、ファンシーの意味わかってる？ファンシーよね、どこを見てファンシーなのこれ。え、これ銭湯行くだけですから。はい、え、小林さ、うん、1個聞きたいんだけどさ、はい、誰がすんのこれ。君。君君、うん、まあまあ慰安旅行みたいな感じじゃないですか、だから銭湯行くだけなんです。え、じゃあチコタムさんは、はい、何するの。まあ、スーパーバイザーとしてね。スーパーバイザーとして僕は監修してますから、身を持ったず。夏休みコラボで2人でできる楽しいゲーム、はい、うん、うん、やりませんかと言われたわけ。なにこれ、マスカート。さあルカさん、はい、はいはい、やりましょう。いやもう楽しそうじゃない、でも見た感じ見て、あの左下、左下、うん、あのリースみたいなやつもいるじゃないですか。映ってない、映ってない、映ってない。邪魔だなそれ、ルカさんってやつ。、うん、その女ちょっと邪魔じゃないですか。うん、可愛いのもいるから大丈夫ですよ。僕見て、怖かったらお前も怖いわ。なんこれ、これ、僕いい感じだから。もう本当終わってるわ、もうマジで。いやいやいや、早く、マジでやらんだけど、この画面どれだけ続くのよ。長いよ。はい、行くよ。はぁ、老人、うん、お一週間前、うん、もういきなり一週間前が始まるの我々。疲れさ、おつ、言われてるよ、ルカさん。あつです。今日はサウナの掃除だね。え、これ、大谷って書いてない？待って待って、大谷さんなの？ちょっと待って、ゲームにちょっと一回集中。ちょっと待って、うん、たぬきよるさん、ちょっと待って。今日はサウナの怖いから。待って、今日はサウナの時間。ああ、そうね、はい、そうなの？あ、サウナ掃除ね、オッケーオッケーオッケー、うん、掃除用具入れにバケツがあるから、うん、タオルの回収お願いね。え、あれですね、ここで働いてんの？もう働いてるみたいですね。さあ、行きましょう。掃除用具入れにバケツがあるから。メモっとくか。いや、いい、忘れるかもしれないじゃん。お、なんかめっちゃお金置いてあるけど、そのなんかお金変じゃない？普通のお金、それ偽札。え、そういうこと。違う、変じゃないって言ったら、そういうことじゃないの。うん、いや、なんか変だなと思ったけど、行こうぜ、とりあえず。なんかタオルの回収しろ。あ、待って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 、ちょっと閉めるわ。うん。いや、何を待ったん今、閉める意味は。ちょっと待って。いや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 、早く行けよ。おお、あ、大丈夫じゃん。えらいね、戸締まりして閉めといてね。うん、あ、帰れないわ。あ、帰っ、出れないの？いや、帰れそうで、頑張っていけるかも。いや、頑張っていけるかも。頑張れや。頑張って。頑張ったらいけそう。ちょっと頑張っ、出してない、これ。これが歩くでしょ？うん。あ、いけるわ、いけるわ、待って、いくよ。うん。早く行こうぜ。いけないわ。あ、いけないか。いい、いい。ちょっと、じゃタオル回収しよう。もう、あの、おじさんの言われるがままの世界だ、これ。掃除用具入れね。掃除用具入れの。これそれ。何すんだったっけな。タオルつってるべ。メモったよ、メモったよ、よかったわ。タオル回収するって言われたら、あ、これか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 、タオル回収するって言ってた。使ったやつじゃない？あ、そうか、そうか。サウナにヒーターあるやつとかじゃないの、タオル。あ、サウナだわ。めっちゃチェリーって書いてあったけど、何その看板みたいな。あ、さゆりだった。
セガしたわ今チェリーチェリーに見えた。お前さもうさ人が怖がってんだからさもう余計な情報マジで入れんといてほしい。遠くから見たらチェリーに見えた。行こう。なんかああ何早く行こう。待ってどこに行く。サウナ。サウナって言ってた。待って待って待ってもうさもうマジで言うって。ああ誰かいないよな。いたら嫌だよ。お化け。電気ないのこれ。もう電気ついてんじゃん。ついてないじゃんこれ。いやもうそれもう古すぎて取り壊せよもうなんか暗いね。暗いよ。うん、あ待って、うん、なんか動いてない。いやなんか光がキラキラしてるだけじゃん。違うよほら奥の方。もやもやしてんじゃん。気のせいやん。早く行け。気のせいって何よ。足見えてんのに。ほら何がもやもや動いてんじゃん。湯気湯気セントだから。あーあーびっくりした。お前にびっくり。いや怖いもんだって。俺だって怖いよ、うん、アドバイザーごめんごめん。あのさ、ほんと、アドバイザーは指名できないの、はいはい、いや、無理無理。今一番いいタヌキって言われてるから。あ、ノリに乗ってる。ほら、あるだ、あるだ。あ、これね、これ、ちょっと待って、うん、こっから取れない。いや、入った方がいいんじゃない、やっぱ。いや、もう入りたくないよ。そう、ピッコロじゃないんだから、そこまで伸びんべ。あー、待ってあの音、はい、いやいや、タオル取ったぞ、タオル。タオル濡れてるんだろ、多分これ、重たいの。あー、うん、俺、タオルの音か。待って。うん、そう。誰？誰もいないべ。まあなんかあの物音でしょ。違う、閉まったよ扉。気のせいだ。見えてないのこれ。閉まってんじゃんこれ。早くタオル取ろうぜ。まあ、タオル取った後どうなんのよじゃあ。もういやいやタオル取りたくないやしこれ。もういや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 。これもうおじさんの言う通りしないとさ。タオル取ったらなんかなるじゃんこれ。返してくんないと思うよこの世界は。あそこ壁突き破れないの。うん、あっ！タオル取れって。タオル取れない取れない。まだあー来てまだ来てまだ来てまだ来て。あーおじさんなんか言ってない。あこれなんか主人公の声。あこれ私の声。あ落ち着け落ち着け。あーなんだおわーおわー何あれ知らないよもう怖い。えなんか毛の塊みたいのいなかった。雲みたいないた。あっ自分これ死体かと思ったら湯に入ってたんだ。あ夢かやつ。あ夢か。あはいはいはい。あのおじさんなんだ。あっびっくりしたなんだ電話か。どこにあるの？ここからなってんの？そう、そのピンクやつ？スマホ？何それ。あーあーあああガラケーみたいなね。はい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 。もし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 。はい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 。はい、誰？あお久しぶりです。そうですね話が進んで誰よ向こうは一方的なんだけど。卒園以来ですね。これどっちが喋ってんの？それルーカさんじゃない？これ喋ってんの。いやそれ喋ってんの。うん皆さん元気ですか。まあまあ何らかの電話かな。お前さ、うん、終わったらほんま覚えとけよ。さて。私のことを知っている人から施設自体に連絡があったらしい、うん、銭湯を経営している人でその銭湯で働かないかって、うん、アパートも所有しているみたいでそこに住んでいいみたい。田舎にある銭湯みたいだけど私都会は会ってないのかもだし行ってみようかな。あ、働く前の話ねこれ。住み込みで働き出したみたいなことなんだね。で1週間前から始まったけどさらに前に戻ったってことでしょ多分。あーなるほどね。お綺麗だね結構映像めっちゃ。もう綺麗じゃない方がいいよ。いやいやこんなに綺麗な方が嫌だよ。あーどうか。202号室が私の部屋らしい。なんかそこにしゃがみ込んだやついない。なんか傘さして。あびきちゃん。なんだそれ猿。いやもうこれがね、うん、もし仮に猿だった場合怪しい傘さしてないのに猿傘さしてんの、うん、人間超え。だ誰それ
ムカさん、行けって蹴っていい蹴っちゃダメじゃない、さすがにそうなってさなんか、拝んだまま何してんだこの人、こんな雨の中じゃ行くか。待て待て、こいつやばいから追いかけてこない。いや、お祈りしてるから大丈夫、取っといてあげよ。忙しいよ、もうあの祈り方だもん。いやあ、お前が後ろ向き歩くからだろ、前見て歩いてよ。違う、あいつが先いんだお前前見て歩いてよ。いや、ほらほら全集中だもん、あれ祈りってだもん、あれ。180センチ、痩せ型、短髪、あ、悪いやつ、悪い佐藤23さん、似てると思ったらすぐに僕、うん、不動産まで、不動産に連絡すんのこれ、警察じゃなくて。わかんないけど、うん、あ、待って、うん、何そんなよくちょこちょこ歩きなのよ。早く行こう。いるって誰か。いないいない。いるの、見えてないの。一回行って、うん、ガツンって言う方がいいか。ガツンと言った方がいいかもね。待って待って、ちょっと待って。あ、分かった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 。何が？顔見て。いい、ちょ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 、そんなさ、偶然あるわけないじゃん、ルカさん。いやいやいや、ほんと、見て見て見て、覚えた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 。行くぞ。行くぞ。そんな偶然あるわけないじゃん。そんな丸ひさ、これ。顔見せろ。もう全然違うんだよ、なんか。タバコ吸ってるし。ああ、お前こっち向くなよ。違う違う違う、あったあったあった、家帰ろう。ん、あれあれ、鍵開いてるって聞いてたんだけどな。うん、鍵は、鍵鍵ないんだ。誰か来るって聞いたけど。いやいや、こういう時はさ、だいたいさ、うん、待って、ああ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 、ああ、でも隣の家の人じゃない？ああ、管理人さん？管理人さんじゃない？誰であっても問題よ、これ。この家の大家さんなんだべさ。なんで入ってんのよ、あ、新地に。あ、大家だからさ。こんな顔だったっけ？まあ、あーあほらほら、最初のおじさんやん、大家の。こんなシワ深かった？一緒一緒、男梅みたいな感じになった。最初から、うん。来てくれてありがとう。おじさんじゃん。いやいや、とんでもないです。銭湯はこのアパートのすぐ向かいだよ。はいはい、はいはい、通いやすいだろ。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室、ね、あ、私マイナっていうのか。ちょっとボロいけど中は結構いいから。え、楽しみ、リノベーションね。うん、マイナさんは今24だっけ。まだ23です。そうか、まだ23歳か。え、なんかちょっと目つき変わってない。いや、ずっとこうなんなら口も動いてない気がするけど、こいつ。え、なんか今、年齢聞いてるの、目つき変わらなかった。そうかな。若い子が来てくれて助かるよ。これじゃあ、これが部屋の鍵ね。合鍵持ってないだろうな。準備ができたら、早速銭湯に来てくれ。はい。え、じゃあ、まあ、てか、あいつがマジで怪しい。大家さん？だってさ、うん、え、鍵閉めて待つ必要ある？わからんけど、何してたんだろうね。盗聴器とかまずさ、え、待って、中が、え、あいつ、うん、中は結構いい感じだみたいな。ああ、まあ結構綺麗じゃない？え、これ綺麗って思えない？いや、まあ入ろうぜ。時代いつなの？そしてこれ結構古いんじゃない？いや、これどの時代でも汚いよ。シミ怖い。ゴミぐらい。待って、何これ？ゴミゴミ、まだゴミまだゴミ片付け。何のゴミこれ？空き缶だよ、あいつ飲んでたわここで。うん、綺麗って言ってたのに。ほら、はてな、畳が傷ついてる。うん、あ、なんかガガガって引きずってる感じの音あるね。これタンスでしょ。うん、だからそのタンス、あ、そういうこと、動かしたら後ろに扉があるってこと。うん、隠し部屋みたいなのあるんじゃない？動かんのそれ。どっかにボタンあるんだって、そういう時は。え、そんなハイテクこの部屋え、そんな見てよ、ほらテレビめっちゃハイテクなんだから、うん、ほらほんとな、テレビだけめっちゃ薄型じゃない？どう見ても昭和とかの家なのに。あ、待って、動く。うん、おでんじゃない？あ、いや、戻す戻す戻す。え、その後ろ何やるか気になるじゃん。いやいや、ならない、ならない、戻すわ戻すわ。それ何？これはね、うん、ゴミ。なんだ？まあ、捨てとこう。あ、そうね。うん、あれ？あ、ゴミ捨てに行かないと。ほい、入れとくわ。ダッキーじゃない？待って待って、どっか置いときたい。ゴミ捨て場行かんとダメだべさ。てか、あのタンスの後ろ気になるけど。え、タンスの後ろは、まあ、気になるよ。タンスの後ろ何やんねん。いや、それ気になるよ。もう視聴者もずっと気にしてるのきっと。入れときゃ、その中にとりあえず。ちょ、タンス見てこよ。ででで、怖っ。あー、怖いね、早く。怖っ。ちょっと開けて、早く。これ何やんの、これ。ちょっと待って。見える？
あれ？あ、待って、おいおいおい、閉めるわ、閉める閉める、閉めるやめて、なんでよ、なんでよ、開けてよ、穴開いてんだって。何が？いや、ここ穴開いてんだって。穴開いてて、ほら、ほら、何だろう、穴、あ、隣の部屋見えるんだ。どういうこと？覗きやんってこと？こういうのも絶対覗いたら向こうから見てんだって。ああ、深淵、なんかその人の顔に見えるね、そのシミが。どれよ。いや、わかんないけど、その辺のシミ全体的に人の顔がもう、なんかうわーってやってるやつ、うん、使える気ないんだったら言わんといてもさ、暗黒武術会でやった。まあこれ覗かんためでしょ、これ。え、何これ、もしなんか、え、左側になんかあるんじゃない、なんか黄色いの、何それ。これリンゴ、あ、ピアノみたいな。いや、待って、こんなんあんまり覗いたらさ、うん、バッてくるんじゃないの。来ないよこれさ。うん、人じゃないの。どれ、これ、これ縛られてる人ってこと。半分、半分なくない。だから、なんか半分、だから胴体、上部分はなんか隠れてあおる感じだよね。違う、半分切り落とされてない。なんか隠れてんだろ、その手前の物体で。なんか縛られてる感もあるで、なんかが。なんだあれ。そっと縛ってるけど。無理じゃん、だって。ちょ、鏡に映って自分見てみよう。うん、なんか裏なかった今、鏡。あ、これ鏡あるじゃん。うん、それ映んない自分。あ、見れなそうだね。もう俺たち死んでるってこと？鏡に映らないってこと？え？え？なんで？もうこの世のもんじゃないってこと？あ、そういうこと？分からんけど。エンディング流す？でってれって。いや、でもこんな感じでね。いや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 、やっぱその覗きやな。なんか進めないといけないんじゃないの？隣の。でもさ、そういう時大体さ、うん、何かしようみたいなこと言わない？確かに。行けってことね、じゃあ。分からんけど、まあ。銭湯に行くしかないのかなとは。縛られてたもん。いや、切断されてた。あー、びっくりした。いや、ごめん、そこら辺にまでさ、はい、構い出したらさ、はい、終わらんからさ言うにまで突っ込み出したら終わらん。なあ、来たね。はい、ここが今日から働いてもらう。その前に話がある。部屋がマジで汚い。これから仕事の説明をするから。まあね、うん、聞いちゃくれないよ、小森さん。とりあえずバンダイの中に入って。もう、あ、その中、今日から看板娘ですか。いいんすか。あ、小森さん髪の毛あんだね、よく見ると。あるよ、うん、え、ハゲだと思ってた。なんかあの人いてない、谷村新司。谷村新司スバル。もうじゃあ俺が言ったことを実際にやりながら覚えていこうか。はい、俺がお客さん役をやるから、言ったことをやってみて。お客さんがお金を置いたら必ず受け取ること。はいはい、やってみて。お客さんがお金を置いたら。あ、置いてるわ。お客さんに話を聞いたらお客さんが必要なものを言ってくるから、ここのカゴの中に入れてね。はい、頼まれていないものは入れたらいけないよ。じゃあやってみようか。はい、あ、話を聞く。うん、カミソリシャンプー、カミソリシャンプー、うん、カミソリ、カミソリ、あ、これどれだ。あ、どれだね。カミソリと、うん、ボディソープじゃない、シャンプー、そうだ、オッケーじゃない。いや、あ、とったやつ、おい、あ、待って。落ち、え、待って、あ、あ、独特の感性があるね、ランガ。それでいらないと。はい、あ、いいんじゃない。で、話して。簡単だったでしょ。はい、はい、はい。ああ、よかったよかった。できた、できた。うん、できた。今の流れで接客をしてね。めんどくさいけど。え？ボイラー室の仕事を教えるからついてきて。だってめ。めんどいっていうか。ちもめんどよ、バカ。まあまあ、大家なんだから。あ、行けよ。ここだろ。ボイラー室？まだ説明が終わってない、すいません。少しぬるいね。なんか言ってるわ。ボイラー室で温度を上げようか。なんか上の顔のマークなんだ。ぬるいってマークなんかね。ああ、そういうこと。お、シミュレーションゲーム。うん、楽しそう。話聞いてからでもいいじゃん。
あ、そうね。じゃあ、うん、お風呂の温度の変え方を説明するよ。シワがすごいな。上のレバーを下げると温度が下がって、下の炉に薪を入れると温度が上がるよ。炉に薪以外は入れないようにしてね。お適温がオレンジ色だから、そこに合わせるようにしてね。今は男性風呂の温度が低いから上げる必要があるね。はい。え？はい、やってみて。え、薪以外入れたらさ、うん。変な匂いするって。うんうんうん。おお。一気にちょっとどれくらいあかんのそれで。随分燃えるね一気に。あ、もうちょいじゃない。オレンジつやね。できたね。はい。お客さんの様子を随時確認して適温のお風呂に入れるように心がけてね。はいはい。でもこういうのって資格がいるんじゃないの。ああ、あとカウンターのモニターでもメーターの確認ができる。わからんけども、イニシエだからないんじゃないそういうの。じゃあ次の仕事を教えるよ。え、詰め込みすぎじゃない。大変や。もう忘れた。暗っ。次に掃除の説明ね。はい、大変じゃない。待て待て、私これ一人で切り盛りすんの。うん、ワンオペ。閉店用音楽が流れたら掃除の時間だよ。あ、閉店用の音楽ね。ホタルの光みたいなね。うん、とりあえず、うん、今日の掃除を教えるね。はい。今日は浴槽の掃除ね。はい。まず男性用脱衣所の掃除用具入れに棒、回線器とブラシがあるから取ってきて。え、何とないと何って。回線器でお湯を抜いて。え、待って、順番に言ってほしい。待って、うん、じゃあ今は俺の前の浴槽だけやってみようか。お前の前どれだ。これか。どっち。お前の前こっちか。分からん。掃除用具入れから、うん、回線器と棒と、あ、全部取ってくれたら勝手に。助かる。ブラシって感じだよね。あ、ブラシで、お前の前はどれだ。これか。あ、これだ。なぜだね。めっちゃ汚い。で、ブラシ。あ、きれいきれいきれい。見て。うん、いけいけ。キーして。なんかゲージやるから。今掃除した場所は今日は掃除しなくていい。はい。まあ掃除の前に俺が確認しに来る。はい。え、こいつ何もしないの。オーナーよ、オーナー。でもさ、うん、私時給の説明とか何も聞いてないな。まあ住み込みでね、バイトってことだけど。分かってると思うけど、銭湯には規則があるんだよね、うん、はい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 。規則を守れていないお客さんは必ず帰ってもらうようにして、ね、え？なんか赤字だけど。お風呂に入っている時でもね、ただお風呂が終わってからだと意味がないからね。規則は番台の後ろに貼ってあるから、後で確認しておく。皆さんは常識がありそうだから。いや、これ一人でする量じゃないわ。だってさ、番台しながらお風呂覗きに来てさ、うん、追い出すんでしょ。なんかおかしなことしてたら怒るんじゃない。でも絶対抵抗されるじゃん。うん。ああ、いや、俺は用事があるからあとは任せる。適当だな。何この人間みたいなマーク。なんかそのダメな人をちゃんと排除したかみたいなことじゃんじゃん。もう来たわ急に。なんだ、シャンプー、髪そ、お金は、お金。はい。おいらはフータってんだ。え、おいだーとか言ってたね。おいだだだだ。ここ自己紹介しないと入れないの。かわいい、かわいい子ね。あ、なるほどなるほどなるほど。言って、はいはい、あ、なるほどなるほど。ねえ、もうやめて。まあ、これぐらいならギリギリモラルよ。ギリギリおかしいと思わないか。かわいい子、落ち着かないだろう、うん、あ、来た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 。ウェットティッシュ、カミソリ、シャンプー。最近この場合、なんかみんな喋ってくんじゃん。なんか言えよ。なんだお前、うぜえな。やっぱ女はダメだな。男を番台立たせるの。お前ちょっとこっち来いよ。お前後ろのやつないかな。待って、こういつなんだ。どれかどれか、待って。あしらのサウナ撮影系じゃん。そう、微妙なとこだね。いや、覗きに行くわ。なんか言ってるぞ。猿、猿いるん。え、待って。あー、僕来た。やばいやばい。覗きに行こうぜ。ええ。なんか怖っ、怖かったよ、フータ。ちょっと見に行ってみよう。どうした？待って。今こいつにお尻触られたらしい。あ、マジ？でも、うん、フータが言ってるだけよ。あいつはスンとした顔してこっち見てる。こういうやつがいると、うん、音声の質が下がる。ちゃんと見回って変なやつは追い出すべきだ。あ、じゃあこいつ悪いやつだもん。
いやでもスンとしてるよ。変えぞ。ちょっとぐらいいいじゃんかって言ってるわ。あいつもま、ああ触ってるわこいつ。やってるわ。オッケー帰れ。いい男見つけたと思ったのによ。ふうたくん。うん。うん。ね、ああ。なんだあいつ。お前も帰れ。今日はオイラも帰る。オッケー。なんかみんな帰ってくね。大丈夫この銭湯。まあまあまあお金もらったから大丈夫。ピッチピチやな。お前さ。中心してくれないじゃん。こういうとこだぞ、ふーて。あいつも着替えた早くね。あ、なんかチンチンなってるよ。あ、めっちゃお客さん来てんじゃん。早押せってさ。もう大変だわ。ワンオペ。ウェットティッシュ、シャンプー、みんな持ってこいよ。まあ、買ってくからね。金払ってるから、そんなしゃあない。ウェットティッシュと、うん。いや、思ったやつあんまり良くないけどね。思ったやつ待って。顔、顔似てる。え、ピアルック、ピアルック、ピアルック。あ、兄弟か。シャンプー、ボディーソープ、タオル、ウェットティッシュ、オッケー。シャンプー、ボディーソープ、ウェットティッシュ、タオル。え、コージ、うん、これ全部、おまけするか。いや、おまけしなくていいんじゃない。おまけしたら怒られるべ。あ、怒られてるわ。怪しが怒られた。あ、これはダメだって。うん、若い人やね。誰？はい、新しいバイトの子。まあよろしくお願いします。私名前なんだったっけな。ま、はい、ま、マッキーナさん。マッキーナとか、まあ、マッキーナみたいな感じなの。マイマイナマイナマイナかな。マイナマイナ。うん、私らここに来るんよ。なんかあの右の人怖くね。黒暗くて、何その影から見てくるの。もうちょこっち来てくれよ。ヒューマのお姉ちゃん、うん、お姉ちゃんみたいな。見守るタイプよ、見守るタイプ。え、うん、そうよ、そうよ。草場の陰から。そうそうそう。ミオさんもなんか言ってあげなさいな。あ、これ違う。こっちが喋ったずっと。ごめんなさいね。この人悪い人ではないんよ。ところであなた、なんだか見たことある顔に似とるわ。誰だったかいな。誰だ。芸能人とかですか。いや、そうじゃなくて、うん、前ここで働いとった子にそっくりや。誰や。その方は今どちらに、どうしとるんやろ。長いこと見ていないな。もう何年も前のことや。本当に似とるわ。ミオさんもそう思わん？ん、前の従業員似とるか。誰の話。急におらんなった子やろ。全く似てないと思うか。だって、それにしてもこの子どうもわしやすかん。はぁ、はぁ、そんなさ、まださ、そ、確かにカミソリ入れたよ、入れたよ、カミソリは間違ったよ。でもこっちはよかれと思って入れたわけじゃない。お姉さんカミソリ使わないんじゃない？にしてもよ、サービスでさ多めに入れてんだからさ、うん、言われる筋合いはないよね。あのスカンと。ここに合わんだって。合わん。厳しい。はい、厳しい。はよ入ってこいよ、お風呂。厳しい、お姉さんいるから。あ、待って。お風呂のさ、うん、なんかこれ見えるって言ったな、ここで、うん、温度が。あ、これだわ。お、あ、オレンジどうなってる？オレンジなってる。なってる。女性の方は？あ、こう。あ、切り替えれんだ。これさ、うん、私もわかった。ん？これいつか出てくるよ。っていうかそれもう、あー、あー、お前、あ、違う、オレンジじゃなかったんじゃん。お湯入れてこいで、先に。そう、こいつ待たせておけばいいべ、多分。そうね、巻き入れよ、巻き。そうね、ちょうどいい温度にしてからの、うん、そうだね、さばけなくなっちゃうから。おもてなしだもんね。うん、まあ、ちょ、多少もうちょい熱くしておいた方がいいね。うん、するするする。さーっていくか、すぐ。もう見んわ、うん、もうメーター見んといくわ。灼熱。あ、もう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 、ストップストップストストストップストップ、もう赤いもん、ほら、ストップストップ、ちょっとやけどする。まあいいか。あ、まあまあ、オッケーオッケー、いいね。オッケー、行こう行こう。すげえ。シャンプーとボディーソープ。なんか顔色悪いな、こいつ。大丈夫か、風邪ひいてんじゃない。あの二人もう帰るわ。まあ、で、うん、ボディシャンプーとボディーソープだって。ボディアンソープだって。ボディアンソープ、うん、オッケー。はい、俺レイって言うんだけど。チャラ。君とコスミ。ああ、答えなくていいよ。何の、俺天才だから、そういうの分かっちゃうんだよね、うん、現る天才。近くのアパートっしょ、バレてーな。今度遊びに行っちゃうかな。みんなお金払ってから靴入れるんだね。これ絶対ここに出てくるよ、いつか。うん、あいつは悪さしないかね。サウナで寝ないでくださいが怪しいな。寝るかい。また寝る。そういう男だ。あいつ微動だにせずシャワー見つめてたら。あ、かわいいじゃない。お姉さん、ボディーソープ、オッケー。ボディーソープ、あんた、はい、若いからっていい気。あ、かわいいって言ったのにさ、こんな
なんか女の人大変なんですね。まあまあまあそうね。女の人でもこんな感じでいきなり言われるんだ、初対面で。言うわけないじゃん。あ、本当？人として終わってるよ。どこから来たのよ。で、都会から来て苦労してんの。いたわりなさいよね。てか、ねえ、あんな汚い女？同じお風呂入るの嫌なんだけど。どんな汚い女？なんか変な汚い女いるみたいよ。さっきのおばさんか？一人。なんか荒らしてるやついんのか。ちゃんと使ってくれないと困るよね。泥とか入れてんじゃないのか？誰かいる？いるかな？え、誰も。サウナ。誰か湯船使ってないの？湯船使ってない。うん。潜ってる？なんだ、イチャモンつけてきてるだけか、あいつが。うん。あのおばさんが。中チェックする。はいはいはい、ちょっと待って。こっちも忙しい。ああ。なんだ。ああ、うた、おめえ。おばちゃん早いね、入るの。あの二人でしょ。なんでこんな汚いの、うん、みんな。もうちょっと綺麗にしとかない。これのことかな。汚いって言ったら。これは汚いの、確かに。これは汚い、うん。でもこれは女では、女ではないよ。まあね。うん。よし、チン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 言ってるから行こうか。ちょっと待ってて。あ、びくしゃん、誰だ。こっちも綺麗にしよう。わかってるよ、うっさいな。おーだーって言いますけど。待ってろっつったろ。カミソリ。単品カミソリ子は。やっほー。チャラ不思議ちゃん。ねえ待って。何？マジでやばい。どのイケメン？だからさっきの。ああ髪も白い肌めっちゃタイプなんだけど。誰のことですか？さっきの病弱の人。見ればおかぶっしゃ。あのイケメンオーラやばいじゃん。ねえ男の人でも女ゆっ、どういうこと？イケメンはそういうのもありってこと？どういうこと？なんかやばそうだね。イケメンに限るってやつ。いいの。待って、いろいろやばいね。待って、どういうこと？入ってんの誰か、さっきずっと。ずっとさ、足見えてないだけ？女湯で。わからん。なんか悪さをしでかしてるやつらがいそうだね。ボイラ室でしょ、ここ。隠れてるわけではないの。多分。あ、うそ！あ、うそ！これルール違反じゃないの？お前もう帰れよ。これいいのかな。お気にの気はいっぱい使おうと思ってたのに。泳ぐ機会。ナイトプールと勘違いしてんのこれ。よしよしよし。おい、これナイトプールじゃないっすよ。おい、ナイトプールではないよ。なんで水着着てジャパジャパしてないっつ。でっかい浮きはなかっただろ。うん、ああ！ハハやっちまったなみたいな。あれ一瞬かい直すの。おお、またお姉さん。怪しいほどになればね。うん。はいはいはい。カミソリシャンプー。あいつ風船できてカミソリだ買ってたんか。カミソリ。よくわからんけど、なカミソリ何に使う気だったんだろう。はい。ふん。誰？毛剃るんじゃない。ああなるほど。はいはね。お姉さんも分かそう。親分の言ってた？なんとなくあんたを雇った理由がわかるわ。え？親分？信じ信じ。信じ？うん。谷村。ああ、親さんね。親、うん、さんなんか若い女の人が好きなんかな、じゃあ。あいつどうなった？イケメン？うん。帰ったべ。あ、帰ったの？分からんけど、もう結構前じゃない？こいつら早いじゃない？帰んの。確かに。うん。それちょっと申し訳ない。入れ墨はや全身はマジでやばい。入れ墨ちょっとダメかもしれないですね。もう目を疑ったわ。おほないちょっとね、親分そういうことね。もんもんだもん。親分ってそっちだわ。もんもんもん。その線とは入れ墨入ってんだ。これなシミュレーションゲーム分からん。でも調子に乗んなよって。やば、なんかもう竜が如くみたいになってきたね。やば、めっちゃチン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 うるさいな。誰、どっち、これ分からん。カミソリ、シャンプー、ボディーソープ。うん、カミソリ、シャンプー。これは楽しい、今楽しいよ。うん、なんかシミュレーターみたいな感じだね。お子さんは、お子さん
私には見えんが。お子さんは7歳未満ですかって、うん、何のこと。7歳未満の子供は怨念に入れるって、ここに書いては1000と働くなら1000のルールはちゃんと把握しておきなさいよ、うん、お子さん、ああいたのか、ここに子連れだった。あ、そういうこと。うん、婚約は6歳までってことね。うんうんうん、まあ、地域って違うらしいよね。あ、そうなの。うんうん、首座ったらみたいな。いやー、なんか北海道はね、小3だったかなくらい。じゃあ6歳ぐらいじゃない。小4ぐらいまで。もうちょい、6歳で小1じゃん。あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、うん、お姉ちゃんこうやって働いてんだよ。うん、おい子供見ろ、お姉ちゃんこうやって働いてんだよ。これなんやろ、あれ見てるわ、見てる子供、うん、ほらほらほら、こうやってな、うん、大人の背中こう見せて、うん、見えてるか、なんか やっとんなみたいな感じなんだ。温度大丈夫かね。あ、確かに。どれぐらい下がるもんなんだろう、温度って。いや、そんなすぐ下がんないでしょ、ほら。ああ、バッチリだね。はい、お、始まってる。よし、待って、ちょっとね、これ画質直してね。そうね、暗くて見えなくなったからね。うん、うん、ちょっと設定を変えたと。見に行く？直ったとこ。うん、ほら、まずここ、まあ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 、ほら昼になった、なんとこちら真っ暗ではなく、真っ暗ではなくサウナ室とボイラー室見えてましたと。あ、見やすー。あとね、扉もね、うん、まあ、こちら、うん、あの打ちませんと。まあまあ、もうこれでさっきのところだよね。そう、さっきのほら、うん、もう扉もほら見えます見えます見えます。よし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 、バッチリバッチリ。これで見えないものも見える。見えないもの、あ、ホタル来てる。ホタル、ホタル、ホタルはまあいいよ。ホタルホタルホタル来てるよ全然。あれ死んだ。ああ、いていいるよ、小井さん。私もいるよ。え、じゃあ、あ、会いに行くんじゃないの。え、あ、私が。あいつ偉いんでしょ、はい、仕事完璧にこなしてくれたみたい、ね、まあ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 ね、まあ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 ね、そりゃそうよ、そりゃそうよ、ダメだと思ってんだっつって。俺掃除は？それじゃ掃除よろしくね。あ、もうこの大家さん帰るから掃除しといてねってことね。あ、なるほどなるほど。あ、待って待って待って、ね、違う、こいつ帰んのか。うん、あれでしょ、お湯抜いてなんかやれって言われてる。いやいや、今からじゃない、うんうん、私も普通にシミュレーションゲームとして楽しんでた。うんうんうん、掃除が終わったらお風呂に入っていい。なんで俺は行くね。ただ風呂、入浴シーンとかまださ、うん、みんな見せてないのに。事務所 NG。 NG よ。ああ！なにこいつ、キッズまだ残ってたんだ。残ってないよ。誰これ。このお風呂の家には、え、お風呂の家には幽霊がいるから気をつけてね。帰りなさいよ。お前も帰れよ。何時悪いんだこの子。え、お母さん先に帰る、こっちに来てたんだわ、さっきの子供。ああ、そうかそうか、間違ってね。え、お母さん、え、なんかお母さん一緒に来とった子いたよね、後ろに隠れた子いた。うん、その子じゃないのこれ。僕にはお母さんなんていないよって言ってる。あーね、いろいろあるから最近、反抗期かな。あー、興奮してんな。お前着替えてきてって。おいおいおめえ、あいつ、え、あいつ腰タオルで帰ってたけど。おめえ、評判落ちるから、うちの。あー、でブラシでみたいなね。ブラシって、あ、ブラシブラシ、なんかこういうゲームあるよね、なんだかシミュレーターみたいな。あー、うん、オーケー。なんか一箇所でいいって言わなかったっけ、最初だけじゃない。一箇所やったとこはやんなくていいって言った。なんでこんな汚れんの。人の、これが人の皮脂とで、男子、男子、女子両方やらないとダメじゃない、大丈夫これ。何が、
女子も男子も両方やらないとダメだよ。あ、こうここやったとこじゃん、綺麗でいい、ね、もう一回抜いちゃった。水道代天引きされるかな。まあいいんじゃない。よくないよ、待って、うんうん、何よこれ、うん、髪の毛なんかそっからお湯抜けてんじゃないの。いや、おかしいじゃん、見て、うん、ほら、これだよ、これ、うん、一緒じゃないの、それと見て、これ、うん、なんか汚れてんじゃない、古いから、古いもん、もう無理さ、頑固なやつ、あー、もう行政はないと、行政はないと無理だ。うわ、待って、もうこれもう女子もやるんじゃない、だから、いや、もう、ま、うん、何その1位下がるの、上げたら、あ、待って BGM 入るか、うん、何した、どうしたって何よ、早く行けよ何かあったら嫌だからゆっくり行ってんだろって大丈夫って、早く行けよ、そんなちょこちょこせず、これ1日目よまだ我々。あ、そうか、髪の毛あるじゃん、ほら、まあ溜まってんでしょ、それこそ掃除じゃん。あれは、あれはもう、はいはいはい、誰だ、はい、はいはいはい、そちらにどなたかいますか。え、いません。ずいぶんなんかシリみたいな喋り方、すいません、今日はもう銭湯終わってしまったんですけど、終わりの信長、違うんです、ここの従業員、あ、似てるって言われてた人、最近見てないって言ってたよ、うん、あのこちらの桶が足りないので、うん、私の方に投げてもらえ、投げてもらえ、オッケー、いいの、うん、投げよう、投げれるじゃん、オッケーって誰、これか、これこれ、ケロリンのやつ、いけ、投げろ、ありがとうございます、1個でいいの1個だけうまっ、壊れそうだけど、え、ちょっと待って、さっき誰もいなかったじゃん、だって、あー、だ、水抜けたからね、従業員の人来てくれたんじゃない、さすがにこれワンオペおかしくない、え、おかしいじゃん、水が抜けたから従業員来たって意味がわかんない、どういう意味よ知らんけど、いやいや、さすがワンオペじゃおかしいから、あの大家もね、粋な計らいですよ、あーあーみたいな、なんとかちゃんおったかみたいな、ちょっと新人くんいるから手伝ってやってくれんかいの、じゃあオケ取りに来いよ、今日の掃除終わり、シャワー浴びよう、シャワーを、え、またお風呂入ってから抜けばよかった、まあまあシャワー浴びないと、え、私もういいよ、家で入るよ、いやいや、あの家もう来ていないじゃん、え、足裸でやってたの、わかんないけど、ああ、びっくりした、初めて釣ったね、 D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  A、 なんだ、何、あ、ゲージ溜めてくるじゃん、あ、ここ、オッケー、急げ、ガキ、ガキいたけど今、またキッズ、違う、あの、白、え、あいつ、あの男じゃない、へぇ、男かい、ちょ、鏡見ないとなんか映ってるかもよ、いや、もういいって、ほら、鏡見ないからなんかいたや、犬みたいなのいた、うん、一瞬しか映らなかった、もう逃げられたわ、いや、いいよ、逃げて、なんだあいつ、捕まえよ、いやいや、待って、あいついけないわ、モンスターボール投げんと逃げられたか、いたいたいた、あ、いた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 、投げんとモンスターボール、猿だわ、猿だわ、猿、あ、ちょっと待って、くらあ、ないわ、あの棒あればよかったのに、え、待って待って、もう帰ろ、もう終わったしね、やることは、終わってないって、え、何すんだ、あいつ探すんじゃない、猿、なんかギギッつってあっち行ったよね、あ、もうどこ行ったのよ、バナナないの、ない、なんかギギッつって言ってからボイラストも行ったんかな、あー、もうでもこのまま猿置いといたら猿死んじゃうよ、うん、え、でも猿ってお風呂入るんじゃない、いや、なんか、いや、基本は入んないんじゃなかった、あ、そうなの、うん、こっち行けないわ、え、待って、うん、暗、いや、色おかしいって、何がバグかい、なんだ、ほら、おかしいじゃん、ほら、猿じゃん、猿入ってんの、待って、
あ、なんかいる。あら、猿いる。一匹どころじゃない。一匹どころじゃないわ。猿山じゃん。待って、めっちゃいる。猿だらけ。違う、違う。奥に見えないの。俺らの画面では見えんと思う、多分。人が倒れてんじゃん。あー、なんかあるかい。暗すぎて。いや、足も暗いよ。ほら。なんかいるね。待って、もう嫌だよ。帰りたい。ガンマ振った方がいいんじゃない？多分録画するとめっちゃ暗くなってると思う。どうやって振る？明るい。え、こっちも明るいの？多分録画されてるやつだけ明るくなると思うけど。いや違うね。もう ここが、うん、色が全部おかしいんだって。うん。ほら。どうする？どうしたらいいのこれ？掃除しよう。掃除？ああそういうこと？したいよ。多分。あーなんか猿来てるよ。猿と話せないの？呼ぼ。やばいやばい。ピクピクしてピクピク。ああ！待って、いけない、いけない、いけない。ちょっと待って。ちょっと待って。バカ。お前どこ行って？踊んな、踊んな。猿、猿バンザイみたいな感じだったかった？バンザイ。猿何あれ？猿。いやもう猿じゃもうどうでもいいよ。ワイは猿やってこと？あれ、ワイは猿やってことじゃないの？プロゴルファー猿や。あれ？もうバイトの時間か。昨日のは何だったんだろう。あ、寝落ち？いや、昨日のは何だったんだろう。猿でしょ、だから。そこどうなってんだろうね、その覗いて。もうさ、うん、いいじゃん、もう。いや、まあ、まあまあね、朝一チェックみたいな。朝のモーニングルーティン。そう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 。見たいと思うよ、視聴者。もうルーカさんのモーニングルーティーンっつって。明日の朝は覗きから始まる。朝。うん。ああ。食べてる。なんか変わった？いやこれ食べてるじゃん。本当だ。リンゴこれ？何これ？猿だわ。あ、猿？え、じゃあ猿なんかこっち持ち帰ってなんか猿してんのかな？持ち帰って猿してるって何？わかんないけど。バンザイバンザイって言ってたじゃん。あいつら。いや、バンザイは分かるよ。あ、違う違う、あいつら聞いてそうじゃないよ。持ち帰って猿してるって何？死体を持ち帰ってね。うん。あっちの部屋で猿たちなんか、うん、バンザイバンザイみたいなまたやってんじゃないですか。猿のはしゃぎみたいな。ああ、それまとめて猿してるって、うん。そう、猿してる。うん、猿はしゃぎみたいな。何らかのね。え、じゃあ私隣人猿なの？うん、いや可能性はあるよね。まあ俺たちもまあ大きな括りでは猿だし。あ、そうか。じゃあ今か、うん、行くか。あ、なんか。俺？うん？ちょっと快適に過ごそうとしてるわ。札幌よ。札幌だ。あ、札幌じゃないわ。札だわ。え？札幌って読む？うん、札幌って読むね。うん。あ、これさ。札幌って読むね。あ、これ札幌か。ずっと天気悪くない？やっぱりね。あれ？ああ、びしょ。あ、入れないみたいな。だって猿が住んでんだから。大丈夫ですか？お話伺ってみますか、このおばさんに。こんなことしてる。え、でもでもドアノブ、でもドアノブ持てないよ。いやいや、もう疲れてんね、おばさん。ほら。ほら。いやいや。おばさんもね、持ってる、持ってる手だから、ちょっとエキストラの人かな。ほら。あ、こっちから見たらってことね。あ、そうそう。持ってないよ。こっちから見ても。エキストラの人間違ってるよこれ。監督こっちから見たらね、こっちから持ってないよほら。こう当てとるねっての。なんかあれかな、うん、触ることで年始みたいな。あー、あの超潔癖症の人かもしれない。なんか俺もこういうなんかノブあんま触れないから。あ、待って、今日も働かないとダメだわ。頑張ろう。いるで。今日もにこやかな顔しているよ、あの人。あいつ、レイだっけ？なんて飛ばしちゃった？あいつ、レイだっけ？飲みすぎてたみたいなんだ。あ、昨日寝てた男の人ね、うん、あいつ、レイだってって、はいはいはい、あー、なんかあの色白の人？うん、どっちかと猿の方が気になるけどな。猿は何だったんだろうね。若いやつに多いんだよ。飲みすぎて寝ちゃってたんだ、あそこで。いたかな。この若いやつに多いんだってさ、若手。だってここさ、ナイトプールだと思って勘違いしてくる女もいたじゃん。
浮き輪持って、ね、浮き輪持ってあ、うん、なんかいるんじゃないやっぱ若いやつが。そういうことね。あ、ごめんごめんごめん、うん、なんかあの、あ、いいよ、あの浴場に猿がいっぱいって、うん、聞いてみよう。猿、うん、猿、田舎だからね。あー、なるほどなるほど。北海道あんまいないけどね。そっちもいるんかな、田舎行くと。じゃいないよいやいやいや、田舎だからね。で、ああ、うん、ですよねとはならない。やっぱ猿か。猿なんてそこら中にいるよ。この辺ではよくあることだから気にしないで。あ、うん、そう な, そうなの。でもなんかあるよね、問題になってるとこ、猿いっぱい入れて。え、それはさ、うん、露天風呂とかそういうことでしょ。あ、いや、もう民家に入り込んでやばいみたいな。あ、銭湯にもってこと、うん、じゃあ今日は壁掃除ね。頑張るか。やだよ、積み込みだし。壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。もう実演もしてくれないわなるほどね。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。また昨日入ってなかったよね。毎日こいつが入れ替えてんのか。あ、そういうことか。うん、であればちょっと豆か。ああ、そうそう、はいはいはい。今日は常連の圭一さんが来る日。あ、客さばきもあんの。ああ、なるほどね。久しぶりに来てくれるんだよね、うん、誰、圭一さんって。わかんない、誰だろう。この日を楽しみにしてたんだよ。大喜びだ、この人。なんかあれ、逆に来たいかつい感じの必ずお通しするよ。この地域の権力者かな。ああ、そういうこと。うん、大丈夫かな。うん、追い出すいやいやいや、ダメじゃない。この大家もなんかお世話になってるっぽいから。圭一さん来るんだって。うん、であれば、うん、こっちも持って。はい、お前圭一。いや、スーツ着たって言ってた。あ、待って、ちょっと待ってて。女やつ。うん、まあダメだ、うん、壁掃除せえって言ってたよね。終わってからじゃない。あ、そうなんだ。え、今すんの。分からん、いいんじゃない。下げすぎ。えい、こんなもんで。えこいつはこんなもんで。壁綺麗けどな。まあまあまあ、オーナー言うからね。あ、こっちの壁分からん。とりあえず持って掃除できるとこ探さんだみたいな。あ、そうね、ちょっといいか見ると。うんめっちゃおばさまってるわ。あ、持ってないや、まだだまだだ。まだ終わってからか。待って待って、持ってたかな。まだだ、終わってからっぽいね。じゃあおばさん捌くか。シャンプー、ボディーソープ、タオル、ウェット。ああ、何にも手ぶらか、お前。あんな、あんな、はい、自分仕事。ああ、せやかてな、関西の人厳しいわ。若いからって仕事がではできるんとちゃうん。ちゃうねん、ちゃうねん。へえ、ちゃっちゃめんやねん。もっとちゃっちゃとやらんとあかんでって。私の方がこの仕事できるんと。じゃあお前一回座ってみろ、ここ。まあ立ってますけど。なめとんちゃうぞって言われたなめこいつ、お前帰れ。もう厳しいな、関西の人。おっこじゃん。あそこに待ち伏せするわ。めっちゃ怒ってたね、この人。だるーみたいな感じで入ってきたけど。権力というものを見せるわ。なんでな。よし、もう帰る。なんでな。うちなんかした、ほんまありえへんわ。自分人の顔はないめっちゃやるんだよ。だよ、お前もう二度と来んの。バカ。ワンアウト。いいの、いいの、いいの。これスリーアウトになるとどうなんだろう。ゲームオーバー。ゲームオーバー。ゲームオーバー。でもゲームオーバーだったらこのゲーム終わるもんね。もうやり直しじゃない？二日目からとか。お、タオル。お嬢ちゃん。それなりにいい体してるが。うん。もっと痩せた方がモテる。なるほど。お前も帰れ。料理なんかできるのか。何こいつ、女なんだから当たり前だよな。終わってないまあお嬢ちゃんならギリギリだけど合格かな。何に合格なの。俺の女にしてやるよって言われた。やば、結構です。恥ずかしがり屋さんなんだななんだあいつ嫌い。もう全員追い出したよ今。まあ今日のところはとりあえず風呂入るわ。風呂屋だしね。ここの客なんか全員終わってんな。客商売は大変なんですよやっぱりね。いや、こんなに接近したら良くないんじゃないですか。いいの、いいの、いいの、いいんだ。少しでも悪いとか見つけよう。なんでこいつもこんなついてきてるのに何も思わず普通に入ってくるんだろうな。めり込んでない。しかもシャワー当たってないしどこ浴びてんの。あー、早っ、消えた。早っ、早っ。え、洗ったボイラーすることしない。あ、え、お、なんだこいつ。ボイラー入ろうか。まだまだね、まだ犯罪じゃないから。見てるだけだからね万引き G メンみたいになってんじゃん我々、ね、取るよ取るよみたいになってるけど、まだ犯罪じゃないか。顔は犯罪よ。あ、顔はしょうがないよね。待ってるけどどうしよう。ああ、行こうか。入んなよ。
考えた結果やめたね。考えた結果やめたわ。はい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 、はい。ケイチさん来ないかな。シャンプー、タオル、ウエットティッシュ。うん。それそれ。え、お前。あいつ。裸で帰ってきてよ。待て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 。あ、まあもう、まあどうしよう。こいつ。あ、待って。まあでも一応犯罪ではないのか。犯罪よ。いや、まあなんかうちのルールには2アウトにならないってことは。あいつ荷物これ。飛距離みたいな人だったけど、 あいつの荷物いいの？いいんじゃないっす。どういったの今の飛距離みたいな。どこ行った？写真撮ってない。これダメじゃない？ダメよ。え、気持ち悪い。いや気持ち悪い。なんだ。すいません、コミケじゃないんでここ。どれ？うわ、なんか幽霊映ったね。幽霊ほらやっぱ映ってるわ。近寄らないでくれ、もう帰るから。え、何が映ってたの？見してほしい。どうして？あんたみたいな小娘こうやって働いてるの、なんで？当たり強い。なんでさ、女性がさ、みんなさ、私のことは可愛すぎて当たりがほんと強い、うん、うんうん、私が働きたいって言っても雇ってくれなかったのに大変よ。大変ですね、女同士。女同士っていうか、まあ私の場合ね、うん、なるほど。どうせあんたみたいな子には、うん、ここの銭湯は務まらないわよ。変わってあげてもいいけどな、全然もう変わりたいけどな。うん、思ってあと3日ね。へえ、嬉しい。3日後なんかあるんすかね。え？ってことじゃないっす。え、そういうこと？うん、多分フラグじゃないっす。手袋してない？あ、こいつ毛染めする気だわ。やばぁ、犯罪じゃん。現行犯引き出してからよ。随分と、あああんたみたいな小娘になんで染めまくり返されなきゃいけないのよ。もう染めながら言うな。もうダメっつってんのそれ。染めながら喋んなって。私が何したっていうの？あんたにこのバイトは無理ね。バイトに当たり強。怪しいね、みんな当たり強すぎるわ。おお、外国の方。え、外国の方じゃない？風呂桶かぶってない。え、風呂桶かぶってるかメンディーさんがどっちかだと思うんですけど。風呂桶実さんか、うん、タオル、タオルを履いてないんだ。オッケーだけでね。はい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 。うわ、いや、なんでもない。なんすかね。なんでこっち見てんの？悪いことすっかな。悪いのかどうかがわからん、見てるだけだな。風呂入らんかんね。まだ見てる、やばい。見まくりじゃん。待って、何してんのこの外国の人。あ、涼んでんのか。あ、暑いんかね。いきなり暑いんだ。待って、フランス人形みたいなの来た。こんな子も来んだ。ねえ、ゴスロリじゃない。ゴスロリだわ。はい、正しく美しくエマチーです。あ、VTuber だ、VTuberエマチー。これ何？なんでバツついたの私今。わからん。銭湯なんて久しぶりでテンション上がります、うん、待って、私なんでバ…え、なんでバツついたの？なんかあいつ悪いことしてんじゃん。やっぱ何したのあいつ。エマチーは大丈夫かね。エマチーやばいな。エマチーでも大丈夫そうじゃない。なんかね、いい子そう案外、うん、髪の毛輝いてるだけ。でもこれリボンしながらお風呂はいいの？髪洗う気ないんじゃない。シャンプー買ったのに。うん、足元にしかかけてないもん。いいね。え、何者だ。え、待って、なんかいなかった今。うん、こんな、ダイブした大泉さん。大泉さんに謝った方がいいよ。ウッディか大泉さんかと思った。え、こいつさっきのやつじゃない。まあ、さっきのやつだね。どこにいた。あ、誰だろう。服着たままお風呂入ってたんじゃない。あー、タオル、ウエットティッシュ、シャンプー、ウエットティッシュ、うん、シャンプー。あ、待てー、タオル、ウェットティッシュ、シャンプー。落ちまくり。タオル、ウェットティッシュ。もう入ってないって。ち、はい、え？え？ちゃんと入れろよってこと？早くしろよって。確かにそれは、ね。カゴにはね、何回かやってたから、カゴバタバタしてたらね。何回落とすんやってなるか。なんかね、悪さしない。中で？今シートこの人はいいとか。タオルつけて入っていいの？まあ、ダメだけど、まあ今一応ね、センシティブだから。なるほどね。我々おもんばかってのタオル。ああ、なるほどなるほど、うん、我々の優しさね。優しさ、センシティブになっちゃうから。知らずの優しさ。うん、優しさ。え、なんだ、シャンプーとタオル、ね、少年会。お金は、へへへちびっこ。あ、ちびっこタラなんじゃなかったっけ。いや、うん、シャンプーとタオルはいるよ。シャンプーとタオルはもう無料サービスじゃないのこれ。だって値段みんな、え、そうなの。うわぁ、何歳だこの子。でも子供、子供か、子供ならセーフだよね。何歳だよ、なんだこの人。でも子供だったら一人で来ちゃダメでしょ。そうか、
なんでダメなのさ。子供かこれ。わからん。ボクさんは小さいんだから子供。あ、違うわこいつ。よかった、危な。子供なんだから何でも許されるんだぞ。もう蹴れ。ごめんなさい。まったく。どういう歩き方よ。無音。マイケルジャクソンみたいな感じじゃん。ああ来てる。待って。K なんだっけ、ケイイチさん。こいつあれだ。スーツじゃなかった。立ってたやつ。ああ、タバコ吸いね。こんなに髪の毛でかかったっけ。あれ、何もくれてない。だからあれじゃ、普通に持ってきたの全部。こいつの顔が見れる、やっと。なんかたまに歩き方がマイクランキャラみたいな。え、なんか怖い。こいつ服着たまま風呂入るんじゃないだろうな。おお、待て待て待て、怖い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 。おルカさん、こいつ服着たまま行こうとしないですか。バレてないよなみたいな歩きしてるよ、ゆっくりしてる。うん、抜き足差し足みたいな。お、まだ入ってないからね。ちょっと待って。うん、ついてきてない。わからん。え、帰ってかない。あれ、こいつなんだ、一周して帰るだけ。あ、一周代ね。オッケーオッケー。1000円払って。うん、そう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 。入場料みたいな感じだ。うん、アミューズメントパーク。いやー、地獄戦闘ようこそ。帰ってったわ。お、地獄戦闘なんだわ。楽しい。楽しい。地獄戦ね。来ないな、ケイチ。誰だ。あんたさ、ね。はいはいはい。はい。若いのになんでこんなとこで働いてるわけ？他にもっとあったでしょ。まあ、まあ、ダメ。こんだけ可愛かったらねってことよ。あー、うん、なるほどない。そう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 。あ、そういうことなんだ。なりゆきだよ。なりゆき？やだってこと？どうせにとかなんかなった。なりゆき？あのさ、はいはい、すまんよね話が。あ、そうだ。いかにも私か弱くて働けませんって感じだもんね。確かによく言われる。うん。で、男は？めっちゃグイグイ聞いてくんね。男、彼氏はいるかって聞いてんの。いません。あっそ。あんたはそんな感じするわ。めっちゃ聞いてくんじゃん、まあ、彼氏がいて私生活をさ、うん、2日目よバイトね。しょうもなさそうな男だろうねって言われてる。厳しい。あんたにはそんなやつがお似合いよ。当たり強。みんな強い。可愛さゆえにね。へえ。あ、そうっすか。可愛さゆえにね。はい、なるほど。へえ。帽子かぶってる。帽子かぶってる。帽子。ええ、帽子ダメ。そう、帽子ダメよ。え、あれ、ちょっと待って。あー、待って。なに、なになになに。あー、なんだ。懲罰棒。なにそれ。なんで帽子かぶってお風呂入っちゃダメでしょ。まだ入ってないからじゃない、未遂みたいな。リトライ、リトライ。どっから、どっから、いきますか。こっからかい。最初中の最初じゃん。まあ、カットじゃないこれは。カットよ。大変だなこれ。失敗は許されないわ。これは5時間とかかるか。あれ、あ、なってる。成長してるわ。こいつ何だったんだろうな。服のまま入ったとか、なんか悪いことしたんじゃない。なんか あのって言ってことは、なんか言いたいけど日本語わかりませんって感じなんじゃないの。話聞けないの。あ、話を聞くだ。あの、いや、ほんと？タオル、拙者タオル欲しい。拙者タオル欲しい？日本のタオル小さい。あ、バスタオルあげたらいいんだ。わかりました、持ってきます。あ、そういうことね。あの、はい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 、ありがとう。あう、いい子じゃない。喜んでる。いい子じゃない。お、来た来た来た。これどうなんだろう。え、中入るまで待ってみる。でもルールにあったかな、水着の着用をご遠慮ください。いいのかな、もしかして。いいのかも。うん、帽子ダメって書いてないじゃん。うん、水着はダメ、 ダメね。うん、ナイトプールじゃないから。てか帽子じゃないのかもしれないしね、あれ、もしかしたら。ああ、ああいう髪の毛の可能性あるから。あ、確かに確かに確かに、うん、え、待って、もうこんなんか履いてたよね。いや、見えんかった。こっちか。うん、あ、サウナ履いたんじゃない。いないよ。聞いたんじゃない。え、はい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 、来た来た。びしゃびしゃ、びしゃクリン。びしゃクリンって何。分からん。分からないこと言わないで。分からんけど、びしゃびしゃだから掃除してみた。あ、びしゃクリン、はいはいはい、うん、待ってって。来とるで。分かるでしょ、見たら。いや、見えんでしょ。はいよみたいな。あ
あ、ピーチさん。なんかちょっと確かに権力者っぽい顔してる。権力者。うん、確かに頼むものも権力者っぽい。カミソリ、タオル、ウェットティッシュ。新しい。ケイチって書いてるわ。本当だ。新しいバイトの子だな。ケイチってんだ。ケイチさん。ケイチだけフルボイス。喋りふてぶてし。これからよろしくな。フルボイスじゃないし。あれオーナーは？最終フルボイスじゃないし。どういうこと？いいのかな。ケイチも一応見ないと。まだケイチさんは悪さしてでも見直してもいいんだよ。いやいや。ダメ、もう絶対ダメよこれ。もんもん。なんでもないしかないわ。あー、くそー、権力に負けてる。背中を流してくれないか。うん、こいつ何？いいよ。マイクラス。どこで？どこに流すんよ。ちょっとくっついてんのこれ。やばー。どうしたいのこれ。流せないの。どうしたいのこれ。まあでもこくっついてるだけだしね、きっとバグったんじゃない。そういうこと。もういいの。うん。あ。うん、また。あ、待て。分からん。いやいや、じゃあ待て待て、これ今から怖いぞ。来たよ、大家さん。いやー、今日も乗り切れたー。乗り切れてないよ、今からよ。今日はやり直しは乗り切れてるじゃん。間違えずに頑張ってくれたね。まあ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 ね、スムーズに行きました、うん、やっぱりマイナさんを雇ってよかったよ。マイナンバー。ところでケイチさんはちゃんと来た？あ、今すれ違わなかったかな。ケイチさんの様子はどうだった？フローキックつけたまま帰りました。反射何か変わったこととか。変わっといたね。いや、フローケくっつけたまま帰ったよ。変わっといた。少し様子がおかしくて。そうかそうか。少しってか、あのケイチさんでも。どういうこと、あのケイチさんでも。わからん。やっぱり呼んでよかったよ。呼んだの、あいつを。じゃあ掃除してから帰ってね。掃除すっか。いやー、もう掃除したくない。いや、もう掃除して帰ろうぜ。掃除してシャワー浴びて帰るだけでしょ。うわー、びくさ。お前ポスターか。ポスター。壁、あのぼっこしてないんじゃない、ぼっこ。壁か、今日は。壁ってどこだ、ここ。壁だ。水抜きとかはしなくていいんだぜ、今日は。今日は壁よ、今日は壁の日。お湯変えないで汚くないんだ、これ。うん、今日は壁。どこ 壁やろ。これか。全部じゃない、たわしじゃなく、まずなんかかけてからたわしこすんじゃない。あ、そうか。そうそうそう、うん、そうそう、そういうことです、たぶん。で、それでたわしってこすんじゃない。めっちゃシュッシュしてるけど、うん、こうね。うん、そう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 。あ、来た。オッケー。ポンっていうのやめて。なんか範囲広くかけた方がゲージ溜まりやすかった感じですけど。確かに。帽子忘れてる。まあ。あの女。銭湯に、うん、食われてるわ。え、この銭湯くん。ああ、オッケー。食ってる食ってる食ってる。ほら、やば。だって消えたもん、ここで。ああ、なんかあのいなくなった人か。うん、言ったじゃん。うん。え、待って、まあ、これで銭湯って、これで終わり。いや、自分のお風呂入ってないですもん。いや、これ掃除これで終わり。分からん、やってみよう。うわ、もう終わっちゃうわ、掃除。え、あ、手が来た。ん、手が来たぞ。行ってみよう。え、行ってみよう。こいつも勇気あんない。帽子は？帽子いいよ。食われてるから。うん、食われてる。うん、もう無理。関わると俺らも食われるからさ。あー、びしょ。何の音？何の音？誰もいるかな？え、誰もいない。ちょっと待って。ボンダーに行かないと。電話か？あの上のあれは？これ？それ。うん、それはなんか鳴ってないの。ボイラー室から煙出てるとさ、やばいって。なんか誰だな。あいつがいるわ。あの女がいる。あの帽子の女がいる。あいつボイラー室でなんかいたずらしてんのか。やっぱ入ったもん。いたずら女。待って。大丈夫？ああ！あいつボイラー。オイラはボイラー。ミイラのボイラー。逃げた。煙出すぎじゃない？これ壊れちゃうでしょ。でも温度低いわ。これは？あ、あいつ薪持ってった。なんかある？あ、そういうこと。そこになんかアイテムない？ブレス。なんだ？アイテム。いや、もう無理じゃない。もう今もう煙出てるから壊れてんじゃない、これ。あ、そういうこと？多分。
あーあうまい大家さん、俺らが壊したと思ってんじゃない？確かに、うん、どうしたんだい？なんか悪い女が。またか。あ、またらしい。許してもらえそう。よかった。俺が直しておくから。はい。優しい。お風呂でも入って。ええー。覗き。大丈夫？うん。大家さんですもん。帰りなさい。はいはい。でもまあまあまあ、大家さんいるんだったら安心かちょっと。うん。お風呂入って帰ろう。ね。うん。よし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 。今日は風呂や。お。また変なやつ。あの鏡なんか映んじゃん。いやまあ、じゃ振り向かない。えぇ、ー、いやいや、じゃ振り向かない。なんか言ってる。いやいい聞こえない、聞こえない。あぁあぁあぁ近っ。おぉ、ありゃ怖い。もうもうもう、ゼロ距離だよ、なんかゼロ距離もオンラインだけど。今日はゆっくりお風呂に浸かろう。えちょ、バグってるみたいで、もうよくわからんな、連動してきて。よく浸かれるな、お風呂に。なんかいたぞ。いたよ。ここでも上がろう上がろう上がろうよ。真っ暗で怖。もういいじゃん。上がれない。やべえ。お風呂なんか調べんじゃない。うわあああああイルカ隊長。うわあああああああ昨日のどうされました。ああ従業員の人か。私はここの従業員で。はい。うん。あのそっちに行ったアヒル私の方に。ああ隊長ね。なんかこいつも遊んでたんかな、これで。ちょっと、投げよう。ウィーすげえな。ちょっと待って、出たい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 よ出たいよ出たいよ。あの、すみません。はい。ちゃんと投げ刺さってないんじゃない？え、いますよ、だって文章違うよ。じゃあ、そのアヒルさん投げてみよう。この従業員で、あの、そっちに行ったアヒル私の方に。アヒル見失いすぎだろ。わかりました。アヒルバカ正直に投げないで俺ら持ってたらどうなんだ。あでしょ、もうもらっと遊ばれてる。うん、遊ばれてるやつらもらっておいたいね。無限アヒル。ちょっと待って、湧いてんの、それとも投げられてんの、どっち。湧くんじゃない、リポップすんじゃない。リポップしてんの。うん。あほらほら湧いてますわ。湧いてるこれ。うん、これなんか無限にアヒル増やせる。てか、ルカさん、売られてるアヒルってこうやって作られて知らんの？え、そうなの？こうやって、うん、こうだよ。どうなの？だからこうやって湧いてくんの、お風呂に。あ、そうなの？うん、それで売ってんのさ、店で。あ、そう、え？あ、そう。ちょうど工場の様子見せてもらってるの、俺ら。だからあ、今？うん、こういうのをいっぱいもっとガーってやってるのが工場さ、アヒル工場。これダブルワーク？ダブルワークだね。下、あ、泣いてんじゃないの。帰ろ。もう帰れないの。女の人は話しかけてこないし。いけないの、いけないの。ちょっと待って、いけないの。ちょっと、もうアヒル投げてたら、あっちの女の思うツボだから、これ投げないでいいんじゃないの。オッケー。うん。見てよ。うん。ああ。可愛いね、でも、このアヒル。あ、なんかあっちにマークついてるけど。でも出れないよ。囚われてしまった。バグ。いや、バグじゃないですこれ。囚われてしまった。おかわりいただけただろうか。おかわり？うん。もう目の前に迫って。お前のんきだな。ハンター。ってなってる。どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。投げるとこあっちか。そうかも。おいで。いいんじゃない？これ出れないの。声かけてくれよ、女の人。ちょっと待って、いやいやよ。はい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 。はい、そちらにどなたかいますか。違う、わかった。ん、だんだんさ、うん、近づいてきてない。あ、メリーさん方式ね。メリーさん方式でしょ。あ、さっきからあんたとやりとりしてますけど、うん、私はここの従業員で。一向に話がつかめんな、この女性。じゃあこれさ、あいつもこれ横向けないのよ、うん、いや、いいいい違う違う違う聞いて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 。いや、ルーカさん、ジョブさん面白くしようと思って。違う違う、これ今横向けないの、これね、今。はいはい、いい、いい。分かる、どういうことか。はいはい、分かるよ、そんな。そっちに行った昼。取れ高モンスターだもんな。これもう今、来るよ。これ怪しい。うん、目つぶる。取れ高モンスターだもん、ルーカさんなら。いいぞ。いや、目つぶる。もう一人で。やらせ、大丈夫っすから、そんな。そんなわけないでしょ。あ、なんか、あっち投げよって。あ、昼ないけど。こっちに行った、昼投げて、あ、いたいたいた。
待って、アヒル見て。ん？毛生えてる。ほんとだ、ちょっとだけ頭ぽやっちょしてる。成長してる。あ、こいつも成長、てか投げてるからズタボロになってきたんじゃないのこれ。ルカさん、もうちょっと優しく投げんと。あ、そうか、はい、うん、160キロで投げるから。アヒル死んじゃったんじゃない。待って、あ、投げ返してきた。見て、アヒルボロ、ほら乱暴だん。待て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 、もう帰ろう、帰ろうぜ、帰ろうぜ。え、いや、アヒルはこれ、アヒル持てない。あっ、アヒル、アヒル、アヒル、あれアヒル、なんかずいぶん荒ぶってない。アヒルはずっと荒ぶ。アヒル、いや、待て待て、怖い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 。え、違うの出てくるよ、そのうち。アヒルじゃなくて、うん、あー、なんか言ってるよ。雷、何すか。もう出れないんだって、お風呂から。すみません、そちらに誰や、あの女性。いないっす。もう一向に話がわからん。この従業員、もう、もう今さ、なんだこれ、ドラクエの村人みたいになってんな、この人。ずっと同じことでしょ。なんかわかんないけど、装備したら買え、あ、買ったら装備しろよみたいなことずっと言われてるような気持ちなんだけど、これ。この町も平和になって。どういうことなんこいつ。マジこれさ、うん、後ろ向けないの今。また囚われてんだこれ。そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえます。いやだよ、取りに来るのもやだわ。やばいよ。聞いてる。え、ずいぶんフレンドリーになってきたね、あっちのと。いないじゃん。まあまあ、あそこでアヒルホールインワンを。わかった。ん、お風呂の妖精だ。え、そのメガテンの泉の妖精みたいな感じこれ。うん、お風呂の妖精だ。喋ってるわ、お風呂の妖精が。ああ、だいぶ汚れちゃったけど、これ髪の毛じゃんこれ。怖、髪の毛絡まってんなこれ。ああ、警戒警戒、ダイナミック流水。あれ、お坊さん、写真撮ってるやつか。違う違う違う、バカ。誰だこいつ。ナムだけど。ナム終わり、どういうこと今。まあ、これで2日目終わりか。はい、最後までご視聴ありがとうございます。ルカさん、今回の夏休みスペシャルコラボどうでした。はい、どうでした。はい、チコタムさんとの関係性を見直したいと思いました。そう、当たり前でしょ、そんなもん。このゲームや動画が少しでも面白いと感じたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。夏休みスペシャルコラボに来てくれたルーカ・アレイさんのチャンネルも登録よろしくね。ね、来たっけ。